はい、本日もやっていきます。ダービスタクラブということで、エダズリングリングテンパイジェットがね、引退がもうだいぶ近づいてきたのかなーっていう状態です。サタナインパクトもね、まだまだ、ちょっとこれから頑張っていきたいと思います。サトノベル。まあ、サトノベルもちょっと頑張っていきたいね。あとはわかりません。てかもうこいつは引退させていいよ。引退させます。お疲れ様でした。ということで。で、スターヒール、北メンテは、オープン戦、オープンクラス。ディープ北里がね、いまだに勝ててません。何がいいんだろう。ちょっと距離短縮するか。ちょい。ディープ北里自体、走る。には、どう？あ、タフか。タフか。じゃあ、めちゃくちゃレース出せるわ。ちょっと距離短縮するか。で、スターヒールはね、ここからまたちょっと一生クラスになっちゃいますが、まあ、ここからまた頑張っていきます。まあね、北メンテはね、短距離路線結構強いんで、短距離路線で頑張っていきます。じゃあ、始めていきましょうかね。はい、北メンテがね、調教師さんが、ここ出そうということで、スズラン賞、まあね、やってきましたということで、人気ないですね。あ、でも、脚部不安、虚弱体質だからな、あまりレース出したくないんだけどな。あ、入れ込んでます。入れ込んでます。11レース、オープン、スズラン賞、芝 1200m、コンディションは良い。ってことは、希少なもお知らせでいるのか。希少な気弱体質、脚部不安、全然ダメじゃん。まずは全部ダメじゃん。3番、名称も、この馬が行きました。もうかかっとる。かかっとる、かかっとる。10番、ディキシーナイ、かかっとる、かかっとる。これを見るように、内側、7番、かかったぞ。各馬第3コーナーをカーブしていきます。今かかってたよな。1馬身が相手、8番、レッドワンシェル。5番、コロラトゥーレ。内から1番、メイケイダリハーン。11番、大名富士。600メートルの通過タイムは34秒9。内から4番、オーベワーモア。これを見るように、内側2番、マイサンシャイン。めっちゃ外から伸びてる。残り400を切って、力士いない。その後から、名称も。4コーナーカーブから直線に向きます。ここからが勝負の頃。レッドワンシェフ、かわして先頭。あと200。伸びてないね。伸びてないね。あー、ダメですねー。押し切ってゴール。勝ったのは8番レッドアンシェフ。人気に応えました。2着以下は混戦となりました。さあ、ディープ北里と距離短縮しての出走です。20丸はここついているけど、まあ、結構連投しやすいからね。ここから一気にバンバン勝ってくれると嬉しいけど。阪神競馬1レース。これは朝日杯行きたいな。芝1400m。コンディションはやや重。スタートしました。少しバラついた。苦手な割にスタート上手いんだよな。勢いよく追い上げる。わずかに先頭はパラディウム。迫るディープ北里。2頭が激しく。やっぱお前強いんじゃねえの。ここから坂を駆け上がる。ディープ北里。後続を振り切りにかかる。パラディウム迫ってくる。なんでそこで差し分けるかな。なんでそこで負けるかな。これ朝日杯無理じゃね。はい、スターフェールの一生クラス、ディープ北里と連投です。大丈夫かな、連投だけど。まあでも一応タフだから。いや、でも序盤はね、結構タフな方が走りやすい
くていいから、ここはまあ連投させていいとは思うけど、てか勝たなきゃ、阪神競馬1レース勝たなきゃダメなんだよな。芝 1200m、 コンディションはオン。スタートしました。飛び出したのはサリウチ、ナバストーン、スザフロンティア、勢いよく追い上げる。わずかに先頭はスザフロンティア、迫る名将ダブル。4頭ほどが固まった状態、坂を登ってインティカサと後続を振り切る。いけいけ、インティカサと後続を離していく。インティカサと突き出しにかかる。踏みのムーブ、よし。インティカサと先頭で合流。1着インティカサと1着踏みのムーブ、3着は接戦となりました。やった勝ったよ、やった勝ったよ、ディープ北里。やっとディープ北里勝ってくれた。サーヒールの一色めちゃくちゃ人気です。これ一旦逃げるか、逃げ多いな。逃げ、ちょっと逃げ多いから、逃げ多めでいくか。いやー、ではスターヒールなー。短距離はだけど、1600やっぱ走らせたいよねって。2歳一勝クラス。芝 1200m。コンディションはオン。スタートしました。出遅れたー。ついたスタートになりました。大丈夫か？名称アリソン、先頭に立った。出遅れたけど大丈夫か？スマートセラビー、外から伸びてきた。スターヒー、3番手から先頭を狙う。残り200を切り出した。スターヒー、先頭に並びかける。スマートセラビー、さらに、お、ああ、無理だ。若干負けた。いやー、若干負けたなー。はい、エンパイアジェット、サトノベル、白もどきのレースです。スペホコタテはスプリンターズステークス、除外されちゃいましたー。白もどきは勝てんな。1勝クラス、芝 1600m、 コンディションは良。スタートしました。バラバラとした感じのスタート。パンドラフォンテン、かわして先頭。パンドラフォンテン先頭、追いすがるパンドラフォンテン。2頭が激しく競り合っている。伸びているよ。200を切りました。逃げる逃げる、下元インスピレーション、伸び足はどうか。伸びてる伸びてる、 OK。 やっと2勝目、やっと2勝目。白もどきな強くないのに、その下のスターヒーローは強いんだよな。その下は、その下の妹のスターヒーローは強いんだよな。逃げで展開作るか。6レース、3歳以上2勝クラス、芝 1200m、 コンディションは良。スタートしました。出遅れた。これは大きく出遅れてしまった。1番に里の目、あー出遅れた。3番、これはきつい。前につけます。2番手、これはきつい。6番アポンリー、方位を切り、めちゃくちゃ出遅れた。内側4番キャンディスイート、これは無理だ。7番サウンドバリア、1番人気、5番サトノベル、この位置。うわー、すんごい手遅れ。離れて最高峰、 600m の通過タイム。末脚あるのか、伸びるのか。最高峰まで8馬身、主導権は3番キングホンデ。残り400を伸びるか、伸びるか。フィースから直線に向かう。食い下がるエフィース、
セア勝利する。出遅れたのに。オッケーオッケー、出遅れたけど勝った。よし、サトノベルの勝ち。あんだけ出遅れてよかったね。気象なんか入れ込んでたのか。やっぱり入れ込んでたか。入れ込んでて勝つ。本当にオルフェーブル継いだな。さあ、エンパイアジェットの、今度オープンレースに出るという形でオープンレースやってきましたということで、まあ人気はありますよということで。引退が近づく2頭です。阪神競馬11レースディセントポートアイランドステークス、芝 1600m、 コンディションは良。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。内から押して3番アンバルブライデン、2番フォーエバーマン。里ノベルの末足やばかったな。さっきあんだけ出遅れてで勝つんだ。アントニオバロンズ出遅れて勝つんだって。オルフェーブルやん、ほんまに。逃げるなぁ。逃げるなぁ。一頭。大逃げか。まあ、大逃げではないか。これを見るように内側1番マンカストラ、4コーナーカーブから直線に抜きます。さあ正念場の直線、フォーエバーマン、まだまだ先頭。残り、さあせめて一勝をあげたい。フォーエバーマン先頭、ここで先頭に変わった。残り200を切りました。リトルアマフォーラ、かわして先頭になった。伸びないな。伸び足がいい。リトルアマフォーラ伸びないね。リトルアマフォーラ押し切ってゴール。1着伸びないな。はい、前哨戦の毎日王冠、オパールステークスということで、スターヒールはね、2勝クラスにやってきましたということで、まあ、まずはスターヒールの方に来たか。1勝クラス、芝外回り 1400m、 コンディションは良。スタートしました。コースタートは中キャッチミーアップ。まずは先行争い、外から押して12番 AM オーロラ、2番手2番ビーバボドカ、9番スターヒール2番手に変わります。スターヒールはいい位置ついた。1馬身がいて1番クイーンブロッサム、続きまして11番ディーパワンサ、7番赤の21、続きまして10番イルベットドーム。これを見るように内側6番いい位置ついてるよ。 600m の通過タイムは35秒9。各馬第3コーナーをカーブしていきます。1馬身がいて4番アシェット、5番ホルボローネ、外から差を詰める。3番プライムシスター後方、4コーナーから直線へと向きます。仕掛けた。さわずかに先頭か、テイムオーロラ差を詰める。伸びた。強い強い競馬を見せた。強い競馬見せたね。毎日王冠。
さて、まあ、天皇賞行くわけだから、まあ、やっぱここは走るよね、っていう。11.0。いやー、馬券はいってない。東京競馬10レース G2 毎日王冠芝 1800m コンディションは良。スタートしました。少し差がつきました。まずは先行争い、いい位置なんじゃない。18番トーラスクミ、8番シルポン譲りません。1頭逃げるね。シルポンと位につけています。外を抑えて11番ダンポザドーです。ダズリングリングは後方、いや中段か、中段に入って、中段にダズリングリング。13番サンライズプリンス、どこだ。そのうち2番変身アポロン、1番ミフェニック、真ん中あたりにつけています。後ろに15番ダイナマンジョーレ、各馬第3コーナーをカーブしていきます。内から6番マイネルスターリー、その外17番イデオン、これを3番手だ。内側4番ミッキードリー、1番に4番手か。この位置 1000m の通過タイムは59秒2。1馬身が相手、3番サトノインプレッサ、外を抑えて14番ワンランドオンリー、続きまして16番グレーターロンド、長い中の直線 500m に入ります。ここから最後の直線勝負、高速馬が差を詰めてきた。400を切って先頭をシルポート、そしてオーラス伸びるか、シルポート、シルポート先頭だ。オーラスクミに、シルポートが逃げる、あと200、ダズリングリングが上がる、ダズリングリング上がるけど横からが、横からが強かったー。4着前哨戦4着、福永雄一騎手人気に応えました。2着サンライズプリンス、3着にはイレオン。惜しかったー。では人気通りかな。はい、サタンインパクトの府中牝馬ステークス。まあ先に白もどきですけど、まあこれは来ないでしょう。京都競馬7レース3歳以上2勝クラス芝 1800m コンディションは良。ジョビーかわして先頭、ジョビー抜け出した、しのもどき少し離れて追走、ジョビー抜け出した、しのもどき伸びないね、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 はい、サタナインパクトの府中牝馬ステークス、丸がない、やってなったのか。23.4、人気がない。人気がない。東京競馬10レース G2 府中牝馬ステークス芝 1800m コンディションは良。スタートしました。オースタートはノボリディアーナ、ホエールキャプチャー、どの馬が先手を取るか。大外から押して15番サトノインパクト、6番ソウルスター、逃げ、1から追い上げる、3番ノボリディアーナ、方位を引き、え逃げ、マジか。ホエールキャプチャー、この位置、外
外を抑えて7番ノーザノワール、続きまして14番デッドベルリース、内から12番まさかの逃げ、これを見るように内側逃げ手を取った。先行指示ならにまさかの逃げの手を取った。さすが第3コーナーをカーブしていきます。内押さえて10番クイーンズリー、 それかもしくは前勢が折れなさすぎたか。外を押さえて9番名将スザンナ、これを見るように内側4番サトノガーネ。 1000m の通過タイムは1分1秒。3頭が並んどるな。外から8番ナノンプレース、2番デゼル方法、15頭各馬一段となっています。長い中の直線 500m に入ります。さあ直線勝負、ソウルスターに先頭を譲らないか。残り400を切ってホエールキャプチャー、伸びないな。ホエールキャプチャー、プラス先頭かソウルスターに差を詰める。残り200を切ったソウルスターに、ソウルスターに5台に入れる。ホエールキャプチャー、後続を伸びないな。4着いや、6着まで落ちたわ。はい、ディープ北里の一生クラス。大丈夫か？20円まで取られとるけど。東京競馬4レース2歳1勝クラス芝 1400m、 コンディションはオン。スタートしました。本当コーススタートを切ったのは6番オーシャンビュー。まずは先行争い、2番アルミューテン、この馬が行きました。2番手5番ビーティガサト、6番オーシャンビュー、方位を切り、いやー待って、これは無理か。2番手メイケイダイカード、アルミューテン抜け出した。迫るリトルアマモーラ、リトルアマモーラ勢いよく追い上げる。 500m を通過した。リトルアマモーラ突き放しにかかる。リトルアマモーラ伸びるんだけど、リトルアマモーラダメだ。先頭で合意、一着リトルアマモーラ一気に応えました。二着メイケイダイカード、三着ビーティガサト。さあ天皇賞秋やってまいりました。2勝クラス芝 1200m、 コンディションは良。スタートしました。ディアサルファー勢いよく追い上げる。2頭が激しく競り合っている。ここからが勝負どころ。2頭が激しく競り合っている。 200m を通過した。スリーマクシマン伸び足がいい。スリーマクシマン後続を離していく。逃げる逃げる。スリーマクシマン、スリーマクシマン押し切ってゴール。1着スリーマクシマン。ディアサルファー熾烈な2着争い。はい、天皇賞、マーク全然ありません。逃げないって取るか一回。偏差クラス 22.2。 逃げるペース、逃げでちょっとペース作らせるか。人気実行しすぎじゃね？え、待って、馬券買うのやめよう。人気が結構しすぎてる。なんで6番人気まで？1、
1、2、3、4、5、6。なんで7頭が、なんで7頭が7番人気まで、なんで7番人気まで単勝。なんで単勝ってのは一桁なの？おかしいやろ。で、8でやっと10。10点なの。8。そう考えたら9番人気。なもんは。9番人気。何この、結構してる人気は。動画時間的になんかこれが最後っぽ、これが最後になりそうだな、動画の。一本で終わるかなと思ったけど、一本で、あればできるかなと思ったけど、ちょっと厳しそうですね。スタートしました。少し差がつきました。まず何が行きますか？ 10 番、ダズリングリング、先頭を伺います。2番手、7番、さあ、ちょっと、あえて逃げの一手を取ります。ベル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 、方位につけています。そのうち、1番、統計平等。外から9番、山勝エース。続きまして11番ユーキャンスマイル、外から13番ミッキードリーム、その外15番ラコール、内押さえて14番ミッキーロケット、18番ステファノス、内から17番あーかかっちゃダメ、16番ヒットザターゲット、内押さえて8番サトノノブです。1番人気12番ディサイパー、この位置内から5番オーシャンブルー、これを見るように内側3番当選キャプテン。前半の 1000m は1分0秒4。少し差が1分0秒。ちょっと早いか。ちょっと早いペースだね。2番、グレーターロンドン。各馬大手焼きの向こうを通過。18頭、各馬一段となっています。主導権は10番、主導権を逃げ出してみたが。後ろに13番、ミッキードリーム。9番、山勝エース。方位につけました。長い中の直線 500m に入ります。さあ、正念場の直線。ダズリングリング、先頭を譲らないか。譲るだ。譲りたくないけど、横から来るんだよな。あー、バテたー。最下位。